ニール・アーネスト・カービーは、アメリカ陸軍の軍人。最終階級は、陸軍大佐。撃墜数22機を誇るエースパイロット。名誉勲章受勲者。1911年6月5日、テキサス州ウィチタホールズで誕生し、幼少期をミネラルウェルズで過ごした。1924年家族と共に、同州のアーリントンに転居し、1928年に、 アーリントン高校を1936年に北テキサス農業カレッジを卒業した。1937年、アメリカ陸軍航空隊に入隊し、テキサス州産アントニオにあるランドルフ基地において飛行訓練を受ける。第二次大戦開戦時、カービーはパナマにオりピーマイナス39エアラコブラを操縦していた。1942年10月には、 マサチューセッツ州ウェスト・オーバー基地に移動し、第348戦闘航空軍に少佐として赴任した。1943年6月カービーは中佐としてオーストラリアのブリスベンにあるアーチャーフィールド基地に到着した。同月、機材である p 4 7 d がブリスベンに届き始め、ニューギニアに展開する日本軍を攻撃する長距離ミッションのための訓練を開始した。 6月中旬には、第348戦闘航空軍の3、飛行隊がブリスベンからニューギニアのポートモレスビーへと進出した。第348戦闘航空軍は1944年11月まで、ニューギニア及びヌムフォア島を拠点として、哨戒、偵察、爆撃機の護衛を、ニューギニア各地及びニューブリ点灯に対して行った。第348戦闘航空軍は、 南西太平洋方面で初めての P-47 サンダーボルトを運用する部隊であった。第348戦闘航空軍の指揮官であったカービーが最初の撃墜を記録したのは1943年9月4日であった。同月15日には2機目の日本機を撃墜した。10月11日、カービーは4機の P-47 を引いて、 ウェワクの日本軍基地を偵察するために飛び立ち、これを達成した。その気頭途上で、日本の36機の戦闘機に護衛された爆撃機12機の編隊を発見、数的劣勢及び残り少ない燃料にもかかわらず、攻撃命令を下した。この一連の戦闘で、カービー・はロッキを撃墜し、マッカサー将軍から名誉勲章を受章することとなった。 11月には12機を撃墜し、カービーは第五空軍司令部要員として転属することとなった。しかし、カービーは戦うことを望み可能な限り戦闘任務に参加して、彼の撃墜数は伸びていった。一時、リチャード・ボングと太平洋戦線における陸軍、航空隊エースの座を競うまでになっていた。1944年3月を迎えるまでには、 カービーの撃墜数は21機に達していた。3月5日2機の両機を率いたカービーは、ウェワク近郊で飛行台208戦隊の99、色奏発計爆撃機3機と交戦状態に入った。1機を撃墜した後、カービー自身も第77戦隊の一式戦闘機、ハヤブサゴ機に奇襲を受けて撃墜された。パラシュート降下したが、 撃墜された際に操縦席付近に被弾していたことなどが要因となり、助からなかった。遺体は1947年に発見されたが、その後2年間は彼自身のものとは分からなかった。1949年7月に彼の遺体はテキサス州ダラスに埋葬された。完璧な戦闘指揮官、パーフェクトコンバットリーダー。 あだなされたカービィの戦術は P-47 の特徴を存分に引き出したものであった。それはターボチャージャーに裏付けられた航空性能を活かして上空に売らないくらいし、波外れた速度で急降下して8丁のブローニング 12.7mm 機関銃で敵を粉砕するという一撃離脱に徹した戦い方だった。カービィは名誉勲章のほか、5回のエアメダル。 4回の主君飛行十字章、2回のシルバースター、またパープルハート章を受賞している。アイキのニックネームはファイアリー・ジンジャー・フォー。オハイオ州デートンにある国立アメリカ空軍博物館で展示されている P-47 にはファイアリー・ジンジャー・フォーの塗装が施されており、その傍らには墜落地点から回収された実機の垂直尾翼の一部が展示されている。 ありがとうございます。